あったかい、まだ。まい。ます！パン屋さんがあったので、朝寄ってみました。今日はゾーン湯川支店。はい、すぐ近くですね。もう目の前ですね。はい。もう何度も来させてもらってる店舗さんですけど、非常にボットが強いイメージはあります。クリコマ、まあ、そうですね、2の一番出たやつですよね。7200枚ぐらい。はい。まあ結構お客さんもいる店舗さんなんですけど、もともとその朝から、はい、キズナゴットとかあの辺の台数多いとこはしっかり出てる。まあ、今日も狙おうかなと思ってます。ちょっと前回ね、ね、凱旋行った時、アレックスの時か、はい、ちょっと不甲斐なかったんで、その辺のリベンジ行くか、まあ、もうハーデスで新記録狙うかっすよね。言ってもあと1年ぐらいの命だと思ってるんですよ。まあハーデスもう本当に、ね、はい。だからマジかタイミングがあんまりちょっとよろしくない。タイミングもらったんですか。お、マジでうまいっすわ。めちゃくちゃ人いますよ、お客さん。入れ替わり立ち替わり、ね、駐車場もほぼ満車。はい。いや本当にパン屋さんで働いてる女性といろいろしてみたいですね。全然誰も止めてないっす。誰も止めてない。お綺麗な方いましたよ。出会わないじゃないですか。あ、まあ、まあ、私パン屋さんですって聞きたいな。なんか幸せな気分ですよ。いや、まあそうですね、確かに。何なんですかね、このちょっと汚れた世界というか、今中で私パン屋さんです行きたいな。パン屋に行くしかなくないですか、パン屋の女性と出会うな。それナンパじゃ、まあそれでもいいんですけど。あ、なるほど。たまたまね、飯の会で知り合った人が、普段は何されてるんですか、仕事はって言ったら、私パン屋です、あ、記事ついてましたね、すいませんとか、なんか、あ、結構作る側のそうですね、売る側じゃない、作る側がいいですね。バッコさんみたいな人ですね、だから。いや、それなんか違うな、もうそれは違うじゃん。バッコさんはなんか本気の方じゃん、なんか本気じゃないですか。いや、本気だけど。あ、なるほど。そうそう、バッコさん、まあバッコさんだけどいつもと違うっていいっすね。そうですね、大事ですね、おしゃれ。じゃあゾウさん、あ、バルーン出てますよ。ブルックセン考えの店だな。いや、ちょっと番組を見ていただいているホールさんなんですか。ちょっと確実に伝わりますから、その情報。いやいや、でも昔はずっとアーでしたよね。いや、まあそうですね、昔って本当になんかあるよって、私たち頑張りますよって合図はああいうものだったんでね。まあでも言い方悪いかもしれないけど、田舎のこういうね、いい自然な街ってやっぱり未だにああいうのがあるからいいっすよね。僕の地元もずっとああいうでしょ。アドバルーン出したいですね、番組でいつか店に。はい。ああ、いいっすね。カリスマ来店。カリスマ来店、はい。クソはずいな、俺あれがやりたいです。だから前に一回言ったかな、田舎とかの看板、はい、意外と安いのありそうだし、出していいんだったら全然出します。 QR コードもドカンとデカめに作って、全然読み取れないなみたいな。それを毎月プラスにして、それで払ってくってもいいしね。確かに確かに、いけるでしょ。調べよその辺も。了解です、はい、よし、じゃあ行きますか。はい、今日はゾーン行く橋で行ってみましょう。ベシッ。行きますか。はい。ちょっとね、もう凱旋が隣とか旗あたりに聞いてるんですけど、ちょっと横が強いんじゃねえかって今思ってます。隣が、うん、昨日がすげえいいんですよ。
データ見る限り、はいはい、流れで据え置きとかでやってるのかなってちょっと。まあでも初当たり早いんで周りも見てると前理性もあるのかなっていう感じですけど、あとハーデスの僕前回打ってた角ね、あれもいいっぽいな今のところ。早いですね、もう2回当たってますから。この段階で2回当たってます。まあ僕ちょっと今まあいろいろやってたんであれでしたけど、時間空けてたんですけどちょっと。まあでもこの台もいいことを期待して、今日朝、うん、おばあちゃんいたじゃないですか。はいはいはい、あの写してっていう、はいはい、お母さんどう使ったらいいんだよ動かないですねあのクリさんのポスターが出てるじゃないですか。はいはいはい、したらクリの突っ込ませていただきますじゃないですか。はい、マギ突っ込むのってすごい言ってきたんでまあ投資の部分でって言ったら、はい、めっちゃ嬉しそうにチッポーチッポーって言ってなんで俺ゾーン行くはずの AV 撮影しなきゃなんだよエッチ入れエッチ入れやっと行った。いやでもずっといいとこ行って引き続けてやっと行った感じ。なるほどなるほど、うん、じゃあこれ当たるってこと。行くでしょ。いや分かんない、全国上がって、いやでも当たると思うけどな。450ゲーム、そうね、なんか中途半端だな。500行きたかったけどね、ちょっと見たかったしてるかどうか分かんないけど、多分大丈夫。いや全国行ってますからね。あー、ありそうですね。まあでももう今19通過でしょ。まあ、朝一まあまあ持ってかれたな。頼むゼウス、せめてポセイドン。459ゲーム、19つっても、黄色で、おオッケー、ポセイドン全然オッケー。久々の複数セット、まあ、前回がだから全部短パオール短パだったから。前回も本当にヤバかったです。よし、もう飲もう。喉が開いた。早めのココア早めのココア、早めのココア大事よ。今日はもう人いつもと違うことをやっていかないと。なるほどなるほど。朝のテーマが、そう、朝のカフェもそうだし、ココアを食後に頼むのももう朝に帰る。複数セットあったし、確かに確かに。最近マンネリ化してましたもんね、僕たちも。いや、俺別にそんなことは感じてなかったけど、そうだったの。あ、すいませんな。そう思ってたの。すいません。おお。こっちな。あ、行った。なかなか熱いよ。行かないですから。あ、しかも、そうですね、ベルじゃない。これは行った。これリーチ目でしょ。はい、翼だ、翼。よし、うわ、いい、いいね。3つ3つやっぱ先ココアが、いや、いいんじゃないですか。このこの心意気、先に開門してからパチスロ打ち行った方がいいみたいな的な発想ね。はいはいはい、わかりますよ。そうそうそう、先使っちゃってから、立ったら買おうじゃなくて。ワゴンまだ働いてないのかな。見ていきましょうか。ええ、ちょっと見てみます。かわいらしい感じでした。着替えてから行きますけど。そんなせかさなくていいの。クリさんのことを好きそうな女の子。どういうタイプだよそれ。なんかちょっと隙がありそうな。いや、まあ、ふざけんなよ。俺のファンの方をバカにしてるの。違う違う違う、隙がある人だと思うなよ。違う違う違う。やばいやばいやばい、カットでカットで。足りる？あ、本当？お姉さん彼氏いるんですか？ありがとう。ね、
結婚してるって指輪ありました。好きねえじゃねえかよ何か好きありそうな子でしたよじゃないよなんで俺が声かけると全員結婚してるんだよ。だからクリスさんの見る目がすごくいいんじゃないですか。だよね。いやそうですよ。だってもう誰かのものってことだ。そうだね。まあぶっちゃけ俺も手当たり次第聞いてるけどね確かにコイン多めに渡さなくてよかったわいやコイン多めに渡してもあの方に得ないですから。いや結婚してなかったらコイン多めに渡したよ。あそうなんですか。渡すよ。いやあれってでも売れた分だけとかあるでしょ。あまあまあ最終的にそうですね多分。そうだね。それありだね。結婚してないとか彼氏私いないですって言った子がいたら多めに渡すっていう。濃いよ。いやそれ別に。え？びっくりした。レアクを引いたからびっくりした。チャンス。変な話してる場合じゃないぞ。真剣に行きましょう。真剣に行ってるよ。本当だよ。どうだっていいよもうあのコーヒーレディとか。ちょっとで出るのが一番幸せだよ。そうですね。そうだよ。危ねえ危ねえ。騙されると思った。危なかった。ハニートラップ。ハニートラップだったよ。ゾーン行く足のハニートラップにかかるとこだった。危なかったっすね。いや、だったら結婚してねって言えよ。かけたいだろ。確かに。カーテスも悪くないっすね。そうだね。あれハーデスタートでしょ。はい、ハーデスタートのリセットします。お、一番上だ。やばい。あるよ。え、漢字消す。どっち。オーケー、消す。はい。英語チャンス。まあもう一回乗せてないか。あ、惜しい。いやドキドキしましたね、ちょっと。いや、ちょっとね、一番上はなかなかないから。でも俺、一番上結構中断機なら多いな。あ、ありがとうございます。いただきます。うまい。あれ、うまくなってんじゃない。確かに。でも、ここ何点つけたか覚えてないけど、83はいくな。お、83いくね。いや、でも、もうちょっと高いかもな。うまいよ。お、でも結婚してるから82だな。下がった。はい、いやまあ良かったっす。まあこっからっしょ。戻ってからですね、通常に。いい台悪い台はこっからどうなるかな。でもだからもうよく議論になる話だけど、はい、いろんなものが便利になっていろんなものが進化する中、唯一進化しないのは傘だよね。傘。あ、傘だけは進化しない。江戸時代とかその頃から。まあ確かにそうです。そうなのよ。誕生日プレゼント傘あげましょうか。いや俺も誕生日過ぎてるよ。トップに来年の分。いや来年の分は来年くれよスタ大事大事大事だね。お願いします。お願いします。おおお、まだいくよ。欲張りましょう。俺は欲張る。6 6。いやゼロかな。あー惜しい。いやまあでもいっけ。いや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 、もう178ゲームですね。初の G ストップ本日。ちょっと G ストップ前回失敗したんで、なんかそうだね。まあでも確率上で言うと 50% だから今日当たるよ。あ確かに。前回はすごかったもんね。いや鏡2枚2回ありました。あるホールド。あ完璧ですね。もう当たっちゃう。
まい4分の1。あー怖い。あまたこうじゃないですか。惜しい。鏡だね、これもう鏡だ。鏡までいっちゃえば、はい。うわ、4分の1。3回目のエースっすよ。もう見ない。4分の1、3回目だったら当たるね。もう当たります、当たります。過半数以上当たりますから。素晴らしい。そうだね。よしよしよし。いや、もう本当当てなかったらどうしようかと思いました。よかった、本当に俺もドキドキ。よし、そうだ。よし、行こう。お願いします。いや安心した、ちょっと安心しますよね。いやーやっぱ1個乗せると。外れで、いや俺も何だった。でも外れだよね。はい、まあでも OKOK、 2個乗った。あと赤なら揃えてねえ、戻したいですね、はい、いやあれで上がってるってことはないでしょ、だって。まあでもこれで2個だから全然プラスにはなりますね。そうですね、3セット今200、300枚マイナスぐらいだったんで、はい、よし飯行くか。はい、行きます。 OK、 流れで。いや今日もいい感じじゃないですか。いいですね。というか今日はすごく恵まれてる気がします。朝からやっぱ普段と違うことしようっていうカフェで朝を始めて、ココアを先に頼む、なんかそんなこんなで3連して、また3連今確定して、もうプラス息は確定しております。あとは何か引くだけ。あと外が気持ちいいっすわ。このもう今この今の時期の外がちょうどいいです。すごくいいですね。店内暑いってめっちゃ文句言ってましたもんね。言ってないですよ、お前だよ言ってた、言ってたじゃん。あんなもんインカムで温度下げるっつっても、あれ実際下げてねえかんなとか言ってたじゃん。いやいやいや、ガチの裏のやつやつ、裏で話して。俺昔バイトした時そうでしたよ。いやいやいや、そういうお店もあったって話です。ゾノさんはそんなことはしませんよ。しっかりこうお客様のバランスを取ってですね。まあね、まあお客さんが増えてきてるから、あの車見る限りもそうですけど。そうす、多分もう熱気もあるんでしょうね。まあでももうこのまま凱旋打って、もちろん今日は解消して帰る次第でございます。私、いやまあとりあえず後半戦 AT からスタートですわ。3つあるね、3つある。3の出し方独特ですね。いやこれあれよ、 NBA も3ポイント決めたらこうだもん。へえー、そうなんすね。これ多いよ。カリーとかこうやってやつだけどさ、 OK なやつ。そうそう、これもいるけどね、セット数3つあるんで。伸ばして解消して皆さんに素敵な絵をお届けできるように頑張ります。行ってきます。ぼーっとしてますよ。アニボー記念から寝るの。なんもやれなかったな。
悔しい。リップさんが当たってればここで G ストップもあるんですけど、どうやらなさそうですわ。あり、なさそうですね。これどうする？いやもう本当に移動します。なんか怖いよね。もうこれはそう、隣がやっぱ当たりっぽいし、まあ、当たりかもしれないけど、ちょっともう400なんで行って500ぐらいではもう捨てるというか、あれせんともう天井コースだからね、時間もないから天井は追えないですね、ちょっと、うん、出てる台というか良さそうな台は全部もう朝から開かないし、そうですね、まあ A とかバロとか見る感じですね。そうね、ちょっと見に行きますか、一回見に行きますかね。結構こうやって見ただけでも出てますもんね、ゴッドね。まあ一撃かもしれんけど、あれでもハーデスなんかな。すげえこれは、あ、一撃かな、あれ初当たりかな。昨日なんか出てるだけ、これ昨日めちゃくちゃいいじゃないですか。昨日でも天球日ですよ。天球日前に出すってすごいっすよ。だこれもいいっすよ。ああ今日いい台もあるな。ああ、まあでもこの辺は入ってんだろうな。鏡で一発当てに行くのはあり。うわ、微妙かな。まあまあでも全然今3周目、まあ5周まで行く。さあじゃあ行きますか。はい、残り時間も残すとこあと1時間ぐらい、3周目なんで、まあ5周目が一応50番と期待と言われてるんで、ね、まあもう早いうちに当てるに越したことはないんですけど、でもこの台、まあ、プラスってるし、はい、どういう状況で出たかも分かんないんですけど、まあ、ちょこちょこ当たりもしてるんで、ね、チェリーだよな。こんなとこで解放して着地から解決演出。じゃあ当たるの、どういうこと。着地で強制到達ってこと。強チェリーだったのかな。いや、弁当箱ここにあったんだよ。30上がりました。いや見てないけど、でも上がってないかな。ジャックチェリーの強制到達あるのかな。俺そこ見てなかったな。ジェット行った。いや当たると思う。うわ来た。キングです。もらいましたね。ほらもらった。次回予告。来た。気持ちいいやつ。あーいいね。ドッジボールだ。あ、ドッジボールじゃないや。バスケットボール。バローより出る付き合い。いいね。さすが。さあ何が出てくる。来た、やっぱりだね。ちょっとゲーム、ちょっと違うとこだったし、190平でしたもんね。はい、初めて見ました、あの通常の KC。 ああ、いや、まあね、いいっすよね。気持ちいい。あの不安なバスとかああいうところを巡り抜けるわけですね。そうです。ボーナス中のっすね。あ、ジャックチェリー。ああ、そうかそうか、ダビの方だ。いいですね、10超えたよ。これはあるよ。20位ってまあとりあえず OK ですよね。厳しいか。いや、まあここからですから。はい、チャンス目引いたら本郷園まで行く最低。よし、あー、いい、オッケー。これのマップも出たんで、あ、チャンス目よ。当たった、やった。一応何ゲームかな、4ゲ、じゃあ14ゲームと
30ゲーム目が 6.4 分の1かな、はい、通常 A だと、はいはいはい、っていう感じなのが出てたから。そうですよね。そうそう、だからここの14ゲーム目だから残り18かとかで熱くなれよと。通常の場合は6.4分の1引ければ勝てる。で、ちょっと雑に聞くと、今の美味しかったな。見て踊ってる、これ確定です。あ、はい、そうなんですね。そうです、クラクラって踊ってると続きます。あれ普通はじゃあ止まる。まあ俗に言う例のあの台の雲みたいな。ああ、そうなんですね。いや言うなよ、あの台って俺はわざわざ濁したんだから。 あ、そっか、だからみたいなやつがある。そう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 、いろんな台を、この台はなんかオマージュというかなっていうか、まあ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 リスペクトしてる。太郎チャンスとかもそうでしょ。あ、そういうことか。あ、4号機の、なるほど、あの辺をリスペクトしてやってるんじゃない。ここからでしょ。本当だ。いや、こういう格あるよ。だからさっきがどこのモードにいたか分かんないけど、今日チャンス目で解除したから。あ、なるほどなるほど、もともと持ってたパターンですね。そうそう、まあ上に上がるとかも上がりやすい。あー、こっちにいただきたか。お、来た、プッシュは2番目以上。やったこれ。あ、いいっすね、いいっすね。いいでしょ。はい、ほら、コービー・ブライアントのガッツポーズ。あー、普通こうじゃないですか、はいはいはい、コービーなんかこうなんですよ。今後パチスロ界で流行らないかな、コービーブライアント。コービーのポーズか。コービーのガッツポーズ。俺嫌っすけどね。動画で流行ったらコービーのガッツポーズ。はい、さあ、合格はもう確定です。選手のチャンスは、ただこのチャンス当たるまでにレア役とかで解除という言い方があったのかな。ね、まあ、というか、うん、当てることができるとチャンスで強制でいたらもうストップ確定なんで、次もこういう、あ、まあ当たる、次もこういう格なんですよね。なるほどなるほど。まあ OK でしょ。大チャンスですよここは。大事、ここレア焼きしたいね。30、まあいろいろ出方はあるよ。一気に出るときもあるし、多分ね。いや、これマジうまいね。あーっつっ、チャンスでしょ。緑はいったね。暑い暑いね。クリさんかっこよく見えてきた。50いけ。いや、まあでも、え、もうだいぶ、ね、そうだね。でしかも緑でしょ今、ここで対決いくかどうか。まあでもゴールかけのループもあるから、単純に。いやー、これどうだべ。マジで。いや、まあまあしょうがないね。でもまあこんなの戻せばいいって話だよ。いや、それしかないだろ、だってもうもうプラスに考えるしかないんだよ。クイーン続いてるよ。この演出、俺当たったの見たことない、この演出。最後にこれ来るんですか。まあ、来たね、復活みたいなやつ。いや、ありますよ。ないよ。ここ行った。あ、ストロストロストロ。いや、これ全然高鉄ってあるな。はい、あー、どうも。やっぱ直撃は今ちょっと確認したところ、はい、マイゲーム抽選みたいなので、
まあ、あの番長3と同じ感じですね。ヘイでどうこうじゃなくて、だからとあるところでいきなり全長、さっき、まあ、僕のもそうなんですけど、はい、出たくなったら、あれこれ直キャンじゃねって疑って叩く楽しみがありますね。満潮3みたいな感じですね。そうそうそう、違和感ですよね、やっぱり。だからヘイの時と被る可能性もあるし。あ、なるほどなるほど。そうそう、14か、これはそっか。いや、弱えな。引き戻し特訓いっただけか。スイカ、ベッドバッグ。いやー、まあそうよね。天国行け、天国行け。よっしゃ、行った。天国だね。A カウンター、いや、これ天国当たりやすいはずですよ。確かこれ当てますわ、戻します。それでも最後の勝負にしたいと思います。かっこいい、いや、もうそう言ったら、もうこれが当てますって当てなかったら、これは普通の人ですわ。普通のライターさんですよ。前世カリスマですからね。前世も現世もカリスマですよ。あ、すいません、失礼しました。バウンスアップがないぞ。今すぐ行くよ。ほら、行った。すげえ。よーし。あ、出た、コビー・ブライアント。コービー・ブライアントか。コービー・ブライアント。やっぱ天国は熱いっすよ。まあボーナス。オッケーオッケー。これをもうラスト勝負にします。はい。はい。プラスになんとか持っていけるように。青7欲しい。だからこれもうね、何を避けなきゃならんすら、もう本当にバスを避けなきゃならん。バスだけは危険。バスやったことないんすよ。いやー、まあ当たるのは難しいっすね。いや、青なら行こうよ。そしたらもうバスないよ。行く行く、これよし。いや、これあと2個っすか。2個ですね。ドキドキする。 あと1。よし、いいぞ。行ってくれ。行った。青は何すか、これ。あ、コービー。え、あ、コービーじゃなくて、何か青は、青ならはだから、あの万流門以上ですよ。やべやべ、狙ってね。すいません、嬉しすぎて狙えなかった。満流門以上。満流門以上です。だからまあこれが行きやすいというか、なんというか振り分けが。なるほどなるほど。ポイント制なのかな、これは。まあ防御角も狙えるっちゃ狙えるんじゃないですか。バスはないんで。コビーぐらいだと入らなそうだな。まあ僕も長年生きてきたけど、いろいろ経験積んできて、はい、経験上言わせてもらうと、まず入らないですね。あと誰に対して入らそうとしてるの？他の演者さん？いや、全国のパチスロッターです。みんな当たった時に、あ、一人でもやるよ。そう、友達同士で打ってる時とかね。お前それ、お前それコービーのやつじゃねえかよって言い合ってくれれば。当たった時にゴッドとか引いて、いや、お前なんでコービーのガッツポーズしてんだよ。楽しいだろうな、それは。いや、まあいいでしょう。こんなもん当てるしかないですから。いや、やっぱそうだな、7ゲーム目だな、この熱い。ここっすね。次っすね。出す？コービーブライトに叩いてみる。あ、いいんじゃない？いけんじゃない、コービー。あ、いけそう。新技。コービーどうだ？お、関係ねえけどな。こっちだったらもう終わりよ、私。どうしよう、何狙おう。一発、あー、弁当だ。ジャックか。あー、クイーン、まあまあ、中。熱い、これいったべ。よーっしゃー、素晴らしいです。こ
ービーこれちょっと流行るかもコービー関係なかったけどよしよしこれもう分かんないですねだからもうあとは増やすだけああ今のですかはいそうですね分かんないですねでも多分マップでいったと思うんですけど弁当箱一応さっき見たら 5.1% とか書いてあったんでまあでもまあなんだっていいっすわもう残り時間あと少しなんでこの AT で終わりますこれはもうプラスでしょういやわかんないでも意外とギリ今ちょうどトントンぐらいですかもしかしたらそうですねいやまあ足りてないかもしれないですナイス10を超えた大事キリさんはいここでプッシュをしてください忘れてたねそうだねいやこれ結構重要なんですいや忘れるよねモードねはい幅食って普通ですね普通そうそうそうこれは思い出したこれ結構大事ですよあとあの普通の周期も終わった時とかね特訓終わりとかねそうですねまあ俺忘れたらまあまあまあこれ万流もんだろうないいっすよいいよいいよ勝負だカットに来い、ないかうわおおー外れ目でしたよね、これねもともと取ったヒーター、チャンス目あ、こそチャンス目ですか一角です、はい素晴らしい決勝戦弱いな今のはちょっと弱いっすねいやまあしょうがねえなこれは引き戻しがあるかも偶数しかないですよすごいねいややばいこれ6あるねありますねあるここで勝てないのがちょっとですねそうなんですよねこれも一応設定差ですよねはい勝率に設定差取ってみる必もありますけど両方あるからですよねああまあまあじゃあ時間も来たので、終わりますはいお疲れ様でした終了いたしまして実践を私、もう言っちゃいます投資が19ツッコミ、まあ、枚数にして950枚ですねで、回収が1364枚ということでございまして約400枚のプラスですいや良かったですね凱旋も悪くはなかったんですけど展開もただまあぐっと伸ばすこともできずちょいマイナスでどうしようかってことで鏡悪くはなかったんじゃないですかあの台はまあいいいい挙動の部分もいっぱい見れましたしいやでも何にせよ良かったですわ、はい、ゾーン行く橋さんちょっとだんだん勝てるようになってきましたねそうですね、なんか盛り上がってますし、本当に平日の範囲多い。いや、多いし、まあ、しっかり使うところには使ってんだろうなって感じで受けます。感謝しております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次は博士なんで。次は博士ですね。童貞ですわ、次。皆さん、お待ちかねなのかどうかわかんないですけど、ね、ちょっと、このまま頑張っていければいいかなと思います。さあというわけで、私クリを突っ込ませていただきます2は今日は以上でございますというわけでまた皆さん次回お会いしましょうさよならあらお疲れさまでした失礼いたしますいいですか交尾しなくてえ恥ずかしい